あいつの〇〇がどうしても許せなかった。お笑い芸人として活躍しているサバンナ高橋さんとパフュームのあーちゃんこと西脇彩香さん、交際報道があり結婚間近とまで言われていましたが、いつの間にか破局していたようですね。いつ破局したのかも分かりませんでしたが、なぜ破局したのでしょうか。今回はお二人の破局理由について詳しくご紹介しましょう。破局理由1、サバンナ高橋が浮気をした。サバンナ高橋さんとあーちゃんの熱愛の噂が出たのは2015年10月頃になります。仲良く二人で買い物をしていた様子を新宿伊勢丹の店員さんが SNS にアップしたことにより発覚しました。結構堂々と写っているので交際を隠してもいなかったのかもしれませんね。実際このことがあってからサバンナ高橋さんのライブに訪れるあーちゃんが見られたり、二人で仲良く楽屋で話している姿も目撃されたりしています。その後も高級焼肉屋での食事にあーちゃんの母親や妹も同席しているという報道もあり、交際は順調だと言われていました。一緒に買い物へ行き、アメリカ旅行などもしていたみたいですし、結婚も間近と言われていましたよね。しかし2018年夏頃に破局していたとスポーツ紙に報じられました。でも二人とも破局原因については何も発言していないので、破局理由がいろいろと言われているわけですね。でその一つとして浮気の発覚ではないかと言われています。この浮気っていうのはサバンナ高橋さんが浮気したってことですが、真相は分かりません。っていうかあーちゃんっていうスーパーアイドルを彼女にしていながら浮気するかな。でも男って女性から言い寄られるとついついフラフラしちゃう生き物ですからね。サバンナ高橋さんは優しそうでモテそうですし、もしかすると誰か他の女性にアタックされて浮気してしまったということも考えられますという噂なんですが、この破局理由はちょっと怪しいんですよね。というのもその破局報道があった後にも二人は番組で共演しているんです。普通に考えると芸能人同士が熱愛報道から破局したってなると共演 NG が普通ですよね。破局したのなら普通に考えて一緒に共演するのはありえないと思うんですけどね。それともそんなことは関係ないぐらい円満な別れだったのかな。この辺はちょっと謎ですよね。番組では普通に隣に座り会話もしているってことで友人関係に戻ったということでしょうか。それならとても円満なお別れだったと思いますし、素敵な二人だと思います。破局理由に多忙によるすれ違い。芸能人同士でよくある破局理由が多忙によるすれ違いです。サバンナ高橋さんは人気芸人ですし、あーちゃんもトップアイドルですから、お互い多忙なのは間違いありませんよね。なのでお互い忙しい合間に交際していたと思いますが、それが我慢できなかったということでしょうか。やはりお互い忙しくて会う時間が減るとお互いのことがわからなくなり、気持ちが離れていくということにつながるのかもしれません。遠くの美人より近くの〇〇っていう言葉もありますが、やっぱり身近にいる人に気持ちが動きますよね。多忙によるすれ違いが原因で破局したという理由も否定できないでしょう。破局理由3、結婚観の違いがあった。サバンナ高橋さんもあーちゃんも結婚を前提にお付き合いしていたと思いますが、結婚について話し合いはあったのでしょうか。破局報道があった2018年頃はサバンナ高橋さんは42歳で、あーちゃんは29歳でした。年齢的に考えるとあーちゃんも結婚適齢期と言えますよね。それこそ子供が欲しいのならば早く結婚したいと思っても不思議ではありません。実際破局直後のテレビ番組であーちゃんはいい人がいたらすぐに結婚したいですと発言していましたからね。このことから考えると、もしかするとあーちゃんは結婚をしたかったけどサバンナ高橋さんが結婚に消極的だったと考えることもできます。30歳を前に結婚を迫ったあーちゃんの気持ちにサバンナ高橋さんが答えることができなかったという可能性もありますよね。またその逆の可能性もあり、サバンナ高橋さんが結婚したかったけどあーちゃんがアイドルということを理由に結婚に気持ちが向かなかったということも考えられます。いずれにせよ二人が結婚という気持ちへ向いていないと結婚はできないですし、交際している意味もなくなってしまうので破局したということですね。お互い結婚がゴールではなく交際しているのなら問題はないですが、年齢的にそんなことはないでしょう。お互い多忙でそういった話もなかなかできなかったこともあるかもしれませんし、やっぱり芸能人同士の結婚って難しいんだと思います。破局理由4、食の好みが違った。
食の好みが違うと交際もなかなか続きませんよね。食べ物に関して2人の好みは分かりませんでしたが、お酒に関しては2人に違いがありました。サバンナ高橋さんはお酒が大好きで、あーちゃんはお酒が飲めないということですね。またテレビ番組でサバンナ高橋さんは基本的にパンは食べないけど、彼女がパンが大好きで、それに合わせて生まれてからずっとパンが好きやったでっていう顔で食べていたというエピソードを話していました。要するに我慢して相手に合わせてあげる優しさがあるってことですが、それもずっと我慢となるとなかなか厳しいですよね。っていうことで、食の好みの違いで破局したという理由も少しはあるのかもしれません。破局理由5、実は交際していなかった可能性もある。サバンナ高橋さんとあーちゃんの破局理由ということで書いてきましたが、実は交際していなかったという可能性もあるかもしれません。2人は交際しているのではなく、最初から仲の良い友人だったということですね。男女で友人関係が成立するかどうかはいろいろな意見があると思いますが、年齢も離れていますし、男女というよりも兄弟的な関係だった可能性もありますよね。サバンナ高橋さんはあーちゃんの良き相談相手ってことですが、そう考えると破局報道後に普通に番組で共演していたことにも納得ができますけどね。それこそ交際していなかったのなら普通に共演し会話もできるでしょう。ということで、実は交際していなかったという理由もあるかもしれませんよ。まとめ、サバンナ高橋さんとあーちゃんの破局理由についてご紹介しました。サバンナ高橋さんの浮気疑惑や多忙によるすれ違い、結婚観の違いや実は交際していなかった疑惑など、いろいろな破局理由があるのが分かりました。実際は2人とも破局理由について言及しておりませんので真相は分かりません。ただサバンナ高橋さんはタレントの清水美里さんと2022年12月に結婚を発表されましたので、破局したのは間違いないでしょう。お互いの共通の趣味のサウナで知り合い結婚したということですが、年齢は16歳差ということですよ。いつの間にか交際していて愛を育んでいたんですね。一方のあーちゃんですが、ハーフモデルのバーンズ優希さんと熱愛報道がありました。結婚するかどうかは分かりませんが、結婚するなら早い方がいいと思いますけどね。とはいえ、そればかりはお互いが結婚の意思がないとできません。サバンナ高橋さんも結婚しましたし、あーちゃんも素敵な方と結婚してほしいと思います。最後までご覧いただきありがとうございました。